うですか、サトコ。思いつきますですか。1階の廊下だけが知りたいんですね。そこにあるかないか、レナさんの行動パターンから考えて、1階ならあそこ、2階ならあそこ。1階の廊下をコードが横断してないかざっと見ればいいんだな。多分あるはず。普段のレナさんなら断言できますけど、今のレナさんはノイズだらけで行動パターンが読み切れませんわ。よし、任せろ。なんとかする。もう悩むにも時間が足りねえよ。最後の2択は俺が直接探る。何？どうしたの、ケイチ君。いや、今音が聞こえなかったか。本当に？ケイチ君。ああ、聞き間違いじゃない。ケイチ君、見てきて。ああ、わかった。レナを怒らせちゃ嫌だよ。信用しろ。俺はレナの仲間だ。うん。信じるよ。信じるから。裏切っちゃ嫌だからね。大丈夫なのですよ。ケイチならきっと見つけてくれますのです。レナさんなら、レナさんならいつものレナさんより疑り深いレナさんなら、どこにどう仕掛けますの。この程度がわからなくて、レナさんのトラップで最後なんて、北条さと子一生の恥ですわ。なんだこれ。見つけた。
して圭一君は延長コードをたどって目覚まし時計なんか持ってるのかな？ところへ行くのです。バカなことはやめて逃げろ。圭一、これは初めてではないのです。覚えていないのです。前の時、僕にあとわずかの頑張りがあれば圭一は間に合ったのです。今度こそ間に合わせる。だから言ってなのです。恐れるとだね。幾百の死の山脈を越えてきたこの私が今さら何を恐れるというのか。君、リカちゃんじゃないね。あの夜に出会ったリカちゃんもどきの方だね。正体を現したな宇宙人で。圭
本物のリカちゃんをどこへやった？本物のリカ、ここにいるわ。リパー。ああ、その小バカにしたところは間違いなくリカちゃんだね。そう、お社様は宇宙人だった。フルデ家はその末裔で宇宙人の直系の一族だもんね。脳みそを叩き割ってジャカの寄生虫を引きずり出してやるからね。なるんだよ。どうやって縄跳びを解いたんだ？あるございましたわね。私は解けるほど痩せてなくて。みんなを頼む。俺は屋上へ行く。ケイチさん、これを。なんだよ、まだ何かあるのか？
のです。身体年齢があと5つもあれば。さあ次はケイチくんだよ。やべえ、とにかく上だ。今は屋根の上だ。よく気づいたね、よく気づいたね。でもさせるもんか。じゃあ、みんな、私はいいから早く逃げて。こういう瞬間でも我が部の部長らしくあるべきではございません。部長はただ一言、こいつを外せと命令遊ばせれれば結構ですよ。みんなは全部のカーテンを開けて窓を全部開けたら外へ駆け出すこと。委員長、前原さんはどうするんです？ケイちゃんは警察が助けてくれるから、みんなはとにかく一刻も早くここから逃げて。って、え？もう外したの？北条さと子にとって、ユージロックの言うは、わっ、こんなの楽勝の言うでございましたよ。突入！人質を全員確保しろ！犯人は人質1名を追って2階へ上がった模様！こら！何の真似だね！大石君、無線を返したもん！うわ！すみませんです。膝がたまたま綺麗に入っちゃったっすね。教室内にはまだガソリンが充満してるぞ。十分に注意しろ。ガス弾や閃光弾の類の使用は禁ずる。繰り返す。ガス弾、閃光弾の使用は禁ずる。大爆発するぞ。破れないですかね。教室真正面です。ガソリン臭濃厚、火災に着火の恐れあり。資料も
成果を落とせば上がりだと思ったらな。電源室は放棄、2階部分を制圧されたし。大高君、電源室確保失敗時はどうするつもりだったんです？それに失敗しないための特殊部隊だ。これだから坊ちゃん育ちは、あとは時計のコンセントを押さえるしかないか。スピーカーを貸せ。前原さん、時計の電源は2階の奥の部屋。撃ちたいけど、それ実弾ですよね。実は狙撃銃タイプの催涙ガス銃とかそういうことだったりしません？実弾です。そういうのは軍隊で使ってくださいよ。日本の警察には必要ないですね。前原さん、追ってきてます。急いで、追い詰められる。やった！圭一さんはちょっとハラハラさせすぎですわね。余裕がないのはエレガントではありませんでしたよ。大石さん、消防からです。現場は依然危険度最大につき、突入班全員の即時退却を進言しています。次元発火装置はもうないのに？発火装置がなくても危険度は最大級の現場だそうです。これ以上は突入班全員の生命に危険があります。くそ、屋上の前原君をどうしよう。2階屋根ならなんとか飛び降りれないか。お医者、図面では校舎下に花壇があります。そこへ飛び降りるように誘導しましょう。お医者より突入中の全班へ作戦中止。退却せよ、退却せよ。花壇だって？畜生、
ここからじゃよくわかんねえってのによ。まさかこんなところに隠したのを見つけるとはね。これで全て失敗か。ゲームセットだな、レナ。